ライベートフォース CFA の幹部1名を排除してくれという依頼だ。 CFA はウニータの兵士を傭兵として雇うだけでなく、ウニータに武器の提供も行っている。背後には社会主義政権の MPLA に対抗する西側諸国の思惑がある。当然だが MPLA としてはそれを妨害したい。典型的な東西代理戦争だが、どうも今回のターゲットはウニータに流す武器の量をコントロールしているようだ。内戦が終われば武器の需要も減ってしまう。ウニータを助けはするが、勝ってもらっても困るということらしい。内戦を長引かせて民衆の生き血をすする、まさに戦場の寄生虫だ。ノバブラが空港跡から外に出ることは少ないが、近々西側の武器業者が空港跡の視察を行うという噂がある。その隙をついて狙撃すれば排除は可能だろう。視察が終われば国外に退去するという情報もある。この機を逃さないようにしてくれ。いいだな。
このままではターゲットが離脱してしまう。急いでくれ。奴を回収できれば何か聞き出せるかもしれないが。Please hold supplies requested.Vehicle drop complete.
置は特定済みだ。排除してくれ。方法は任せる。Extraction arrived at the mother base. Mission 完了。まだいけるだ。おまけコーナーです。Vehicle drop complete.
ターゲットだ。その男の存在はアンゴラの内戦を長引かせる一因でもある。速やかに排除してくれ。どうやら視察は終了だな。ターゲットが退去する前に仕留めてくれ。ダメだ、ミッションは失敗した。